ルイス・スアントニオ・ココレーアダ・コスタは、ブラジルマットグロスソドスル州カンポグランデ出身の元サッカー選手。愛称のミューレルは爆撃機と呼ばれた元ドイツ代表の名ストライカーゲルトミューラーに由来する。ブラジル、イタリアなどのクラブでウィングとしてプレー。トリノでは初年度に11ゴールを挙げたがチームはセリエ B に降格した。1992 1993年にリベルタドーレスカップ、トヨタカップの優勝に貢献した。1992年のトヨタカップ、FC、バルセロナ戦では、来位のゴールをアシスト、1993年大会の AC ミラン戦では、決勝点を決め、3から2での勝利の立役者となった。1995年にカシワレイソルに移籍し、カレッカとカズジアイで、ツートップを組んだ。 第3節ベルディ川崎戦で J リーグ初ゴールを決め、このゴールによりレイソルは J リーグ加入後初勝利を挙げた。第4節横浜フリューゲルス戦で2ゴール。しかし、家庭の事情で12節セレッソ大阪戦でのプレーを最後に対談した。以降、ペルージャなどでもプレー。ブラジル代表としては、1986年3月12日、ドイツ戦で代表デビューを果たし、 FIFA ワールドカップには3大会に、出場、1986年大会は5試合に、出場、1990年大会では、グループリーグのコスタリカ戦、スコットランド戦で、それぞれ1ゴールを決めている。1994年 USA 大会では、ロマーリオ、ベベットの控えで出場は1試合のみあったが、世界一に輝いた。ありがとうございます。